ラバリ軍はアメリカ合衆国モンタナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万21 212人であり、2000年の3万6070人から11.5%増加した。軍庁所在地はハミルトン市であり、同軍で人口最大の町でもある。ラバリ軍は東にサファイア山脈、西にビタールート山脈に挟まれた。 南北方向のバレーの一部である。このバレーは、モンタナ州の州下ビタールートにちなんで名付けられた、ビタールートバレーと呼ばれることが多い。ラバリ群はその全体が、大陸分水海の太平洋側にある。分水海は、アイダホ州とモンタナ州の宗教を北に、ラバリ群までたどり、ロストトレール峠とチーフジョゼフ峠の間で東に、曲がり、モンタナ州内に入って、 ビーバーヘッド軍との軍境に沿って走っている。ラバリ軍となった地域には、ビタールートサリッシュ族インディアンが住んでいた。この部族は1805年に、ルイス・クラーク隊体検隊と出会っており、探検隊は、友好的な性格の部族だと記していた。カトリック教会がこの地域に伝道書を開くことに、興味を持ち、1841年にスティーブンスビルの町が設立された。 1891年、サリッシュ族はヘルゲート条約に従い、北にある現在のフラットヘッドインディアン居留地に移住させられた。1877年、ジョゼフ州長の率いるネズパースのワルワバンドが居留地へ閉じ込められることを拒んで逃亡を試み、ラバリ軍を通っていった。彼らはカナダに向かう途中、モンタナ州のハバーの南で捕らえられた。 ラバリ軍は1893年3月3日に設立され、軍名は1845年にビタールートバレーに到着したイエズス会宣教師のイタリア人、アントニオ・ラバリにちなむものである。ラバリ軍の経済は昔から農業と林業に依存している。ビュートの銅山王3人のうちの一人、マーカス・デイリーがビタールートバレーでの製材業に資金を出した。 木材はビュートの銅鉱産に創業に必要だった。近年のラバリ軍は観光業も起こってきた。ビタールートバレーはセルウェイビタールート原生地に接しており、大陸アメリカ合衆国では生息数が少なくなってきたクズリやオオカミなど様々な野生動物が生息している。ロストトレールパウダーサンスキー場がアイバホ州との宗教のロストトレール峠。 アメリカ国道93号線沿いにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2400平方マイルであり、この内陸地は2394平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は0.25%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハミルトンにあるデイリーの邸宅。ありがとうございます。